これ円墳って言ってないけどね、本当はやっぱり前方後円墳やね。作り出しが基本的には前方部があるから短いからホタテ型にしてみようか。ちょっと長いやつを前方後円墳にして、全長が 45m、 後円部が 6.5m、 短いの 6.5m、 全長が 45m、 後円部径が 41.4m、 そういうことね。はい、三好石塚古墳でございます。これは県の指定でございますからね。これは当時のままにね、復元されたということなんですね。二条段が正面に見えます。これだけが作り出しが、これやっぱりもうホタテ型にしとこうね。ホタテ型にしときましょう。横に巨大な前方後円墳があるんでね、高さが5メーターぐらいありますかね。横には墓いっぱいでございます。墓地でございます。はい、こういう墓地がいっぱい並んでます。で、横にそこにねお寺さんがあってね、ずっと墓地でございます。はい、こんな感じでね。こちら奈良方面でございますよね。奈良方面建物があって何も見えないね。全長が 200m の前方後円墳、誰も建てられたか分かりません。いろんな人の判決があるんやけどね。まあ 200m 超えるのやつやったらやっぱり基本的には豪族の方やろね。豪族かね、そんな感じはすんねんけどね。何せね、4世紀か5世紀ぐらいのことやからわからないんですわ。記憶がね残っておりません。まあ確実性があるのはおそらくどうやろ600年700年代やなぐらいから確実性があるんだけどね。いろんな書物に記載があるんで、日本書紀とか、ね、いろいろ書いてある。ここでちょっと中入ってみましょうか。これね、これが作り出しや。4.5m。これはホタテでいいやろ。もっと長いのやったらな、もうホタテで言われへん。もう前方後円って言わなかんな。どっから上がるんだ？どっからこっちから上がるんか。この石の積み方が昔と同じような、ね、感じで積んであるらしいんやけどね。あら、これ石ほんまや、固めてないんだ。これ崩れますよ。これコンクリで固めてないみたいやね。これ一個ずつ大変やね。円筒埴輪もいっぱいね並べてあるし、ちょっと小ぶりでございますけどね。ほんで見上がってみようか。雲上に。あら、大きい。古墳の横でございますからね。台帳かな。台帳の可能性もあるな。台塚の可能性もありますね。はい、こんな感じで。今はずっと住宅街になってますからね、こちらの方ね。ずっと住宅街になってます。で、二条だ。葛城だ。今後だ、見えんか。ああ、これでわかるね。うん。これはもう、前方後円墳にはちょっと短すぎるね。はい、これホタテ貝型にしてみましょう。ホタテ貝型にね、こんなんやから。これ作り出し部分でね、こう掘ってあったんだな、前やな。こんな感じで盛らへんか、あれね。え、わしが気にすることじゃないけど。はい、石材はどこから持ってきた？二条段から、元から
柏市の